西、畑広市西新の領域、西広市は、中国の五個十六国時代に、千菱骨腹部の骨腹国に,によって建てられた国、火災、老生地方に居住していた、西部、千菱の骨腹部は、三国時代に高舟川流域に居住していた。その後、縁側、麦田を経て、四世紀中頃には、骨腹つかさしに引きられて、土片山に移り、遊牧をして、 生活を営んでいた。しかし、全身の府県、大網らによる下北統一の波が骨腹部にも及び、371年には、全身の液臭しし応等の攻撃を受けて、骨腹部は降伏し、骨腹つかさしげるは、長安に送られて、府県より南前雨に任命された。373年に、戦費の没官が、老右を犯したため、府県は、 骨福つかさに命じて、これを討伐させ、そのまま勇志側を領することになった。376年に骨福つかさは死去し、この骨福国にが後を継いだ。383年の翡翠の戦いでは、骨福国には前将軍として従軍を命じられていたが、その直前に骨福国にの叔父の骨福歩みたいが、老生で反乱を起こしたため、府県は、 骨腹国に,に討伐させるため引き返させた。この戦いで、前進軍が、東進軍の前に大敗し、おじから自立を説得されていた骨腹国には、老生にそのまま止まって、処分を招集し、十万余の兵力を有するようになった。385年8月、府県が後進の幼鳥により殺害されると、9月に骨腹国には大前雨を自称し、 立吉と改元して縁側の有志城に遷として独立した。これが日清の起源である。ただし西旗は全身に反旗を翻したわけではなく、あくまでその服属下に従属していた。日清の周囲には全身、後旗、功労など様々な強国が存在したため、勢力はかなり限定的で、常に外交関係の配慮に重点が置かれた。388年6月に、 骨腹国には死去し、弟の骨腹関係が大前右カ河南王として即位し、9月には西の近城に戦都した。骨腹関係は全身に服属しながら後進と衝突し、周辺の部族を次々と服属させ、都翼今からは兆候を受けるようになるが、この勢力拡大により、功労と衝突して392年8月に、ナルスズメ教を功労に奪われて敗北した。 394年6月に全身の不当からカナン王に封じられたが、7月に不当は後心の要求により殺害されたため、骨腹関係は全身との関係を解消して自立し、10月には不当の後継者二菓氏や後、アダイのようただしを破って、老生を平定し、12月に信王を自称した。だが功労との敵対は継続し、 功労の旅行の圧力を受けて395年6月に西条に遷都した。7月には息子の骨腹直没を人質に差し出して旅行に従属した。だが397年、功労から南梁と北梁が離反、自立したため功労は衰退し、骨腹換気は南梁と連携して再度自立した。400年1月、骨腹換気は縁側に遷都したが、 5月に精神してきた後、神軍と戦って敗れ、7月に南領に逃亡した。ところが南領に反乱を察知されたため、11月に長安に逃亡して後心の陽求から川修士し,し、木に甲に封じられ、後心の家臣となり、ここに西畑は国家としては滅亡した。ただし骨腹関機は縁側に戻ることを許されたため、 イゴは、自己の勢力を保持しながらアトシンの武将として、功労ヤート、アダイケ、トヨクコンを攻撃した。402年5月、コシは、北義と平洋南部で戦い大敗した。この敗戦で、後トは、衰退が始まり、407年6月には、夏が自立したこともあり、その衰退が顕著になったので、409年7月に、骨腹フクは、土建山で神王を称して、 公使と改元して後進の支配から脱却し、西広氏を再興した。410年8月、骨腹換気は、縁側に遷都し、略用、南安、老生と後進領を、次々と併合した。しかし後旗は、東神や夏からの圧力を受けて、西広氏にまで軍を向ける余裕はなく、その支配を追認して、骨腹換気を大前後、河南王に封じて、 形式的に服属させるのみだった。以後、骨腹換気は、南寮、豊久根を攻めて、勢力を拡大し、412年2月には、炭鉱に遷としたが、6月に、骨腹換気は兄骨腹国にの息子、骨腹甲府により10人余りの息子と共に、殺害された。骨腹甲府の反乱の際、縁側に鎮守して、難を逃れた、骨福換気の長男、骨福沖岩は、 直ちに骨腹甲府を打って即位した。412年10月には、奈良官に戦とした。414年5月には、南梁を滅ぼし、新王を自称した。また、豊久根を攻めて、駅州西部を併合し、さらに後進が、東進の流遊により攻撃されると、東進に従属して後進梁を切り取り、さらに、関中進出を目論んだが夏と衝突することを恐れて断念した。また、 北陵と西梁の構想を利用して、河西方面へ進出して、勢力を拡大した。421年3月、北陵が西梁を滅ぼすと、西広市と衝突するようになり、さらに、夏も寒中に進出して、西広市と敵対し、これに乗じて豊久根まで攻めてきたため、包囲網を敷かれた西畑は主政に回った。骨腹沖岩は、北義と連携することで打開を図り、 北儀に夏を攻撃させて一応の成果を上げた。だが、西新国内で豊久今夜今日の反乱が相次ぎ、結局衰退は免れ得なかった。428年5月に骨福沖岩は死去し、息子の骨福暮ツが即位する。だが、北領の圧力を受けた骨福暮ツは429年5月に定例に、遷都し。 430年10月に夏から攻撃されたため北義の支援を求めて、平良や安定に戦闘しようとするも、夏に阻まれて、南安に戦闘するのがやっとだった。だが皮肉にも、支援を求めた北義により、清掃してきた夏の赤連帝により431年1月に南安を攻められ、骨腹暮れ松は夏に降伏した。こうして、国家としての西旗は滅亡した。 骨福暮ツは除名されたが、6月に一族諸友夏により殺戮されて、西広氏は完全に滅亡した。日清の勢力基盤だった老生は漢人豪族が多数居住し、そのため先備族がかなり肝化することになった。前雨大が気づかれず、五個を統治するための特別な機構もなく、肝政が三小陸系や四進む将軍を中心と、 する、管理依頼の形態をとっていたことが、それを如実に物語っている。交換に就任するのは皇族である、骨福祉が中心であったが、勢力基盤の都合から、官族や定例からの就任も少なくなかった。西広氏は周囲を前進、後進、北儀、功労、税量、闘進、南寮、夏などに囲まれていたため、常に存続や連携のために外交は欠かせず、 あるいは服属して、藩を称するなどして、周辺諸国から成長を受け続けた。首都を短期間で各地に移したのも、外交政策の一環であった。ちなみに、歴代君主は皇帝、天皇などを自称したことは一度もなく、常に服属した国から位を授かっていた。このため独立国というより、反独立国とも言えるが、一時期信号を自称した時期だけを独立国として見る、こともできる。 列祖先列王大前雨と称する。全身に風ぜられた。縁側王となる。高祖竹本王大,大祖文。昭王御守立義体諸公子栄光立て。広し長広 ABCD 三崎。五湖十六国。中国史上の民族大移動。P117。ハット ABCDEFGHIJK 三崎。五湖十六国。中国史上の民族大移動。P118。 abcdefghi 三崎五個十六国中国市場の民族大移動 p119 abcdefghi 三崎五個十六国中国市場の民族大移動 p120 abc 三崎五個十六国中国市場の民族大移動 p121 abcdefghi jkl 三崎五個十六国中国市場の民族大移動 P122 ありがとうございます。